この番組先週はあの音楽企画お送りしましたが、あれは、予定外のことだったりして、まあ、私内山聖輝が、この番組の、収録をまあすっぽかしてしまったからなんですね。あの本当にこうあのまだそのネタ的にというか笑える、エピソードではなくですね、この話さなくてもいいと言われたんですけれども、こう何事もなくあのね、まあ、こう入っていくのもね、なんともこうよくわかんないなということで、もう全て晒してしまうと思うんですが、忘れていたわけではなくてですね、寝坊というか、でこれ事情がこれ難しいのが、あの収録自体その朝からとか早朝からとかいうわけではなくてですね、全然寝坊するような時間帯じゃないっていうのがミソでして、まあどっから説明すればいいんだろうなこれは。あのすごい、その日は、朝普通に午前中に起きていてですね、番組で話そうと思っていたことをね、いつもこうメモでまとめるんですけれども、それをまあ家でまとめまして、でまだそう収録まで時間あったので、あちょっと寝足りない部分があったので、昼寝しようと思って、まあ、1時間ぐらい1時間半ぐらいですかね設定して、でその iPhone も設定して、時計のいつもの目覚まし時計のアラームも設定してというんで目を閉じたところ、気づいたらですね、外が真っ暗になっていまして、その時計を見ると集合時間、文化放送に来る集合時間のまあだから1時間半後いやもう笑って、自分が笑ってはいけないと思ってるんですが1時間半後になっていてですね、でちょっと自分でもその時まだ事情が何が起きたのかが分からなくて、で iPhone をを見たら、やっぱ起きた時パッて iPhone 見る癖がついて見たら、ちょうど、事務所から電話がかかってきて、取ったらなんか、あ生きてたみたいな声が聞こえてきて、わーみたいになっていてですね、と思って、で電話こうやって聞いていくんじゃ、だんだん分かって、あやっちまったんだなっていうのが分かってきて、あの内山くんのマンションの下にあのマネージャーさん来てるから、詳しくはそこで、話してみたいに言われて、電話を切ってですね、パジャマのまんまマネージャーと会って顛末を知ったというか、自分が成したことを知ったわけですけども、もう謝ることは謝るけれども、もうどうしようもないみたいなことになっていてですね、スタッフの皆さん本当にすいませんでした。いやもうあ頑張ろう。